どうも、ダークセイバーです。2024年冬アニメで一番可愛い女キャラがこちら、に対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。今季アニメで一番可愛いキャラやっぱり無感情黒髪ロングは最高。下手だな。本当に一番可愛いのはこっち。あの可愛い子、私の信徒なのですよ。デフォルメも可愛いんだよな。可愛いのもあるけど、よくあんな扱いされて怒らないなぁとか感心さえする。二つ結びも可愛いけど、ロング編み傘の尺岩が今季は一番刺さってるなぁ。個人的に星崎さん好き。声と見た目は超好み。あざと可愛い腹黒ぶりっ子娘なのも良い。ただ彼女のブラコンぶりが想像以上に突き抜けていた。サムネが真っ黒で見えないんですけど、光属性能力が高すぎて、闇属性の私が大きく真っ黒なもやにしか見えないのは理解していますが、ご自身の画像も貼りましょうよ、アリシアさん。この娘も可愛くて良い子なんだけどね、属性ですれがが黒い塊にしか見えないのとすれがにプライドをぶっ壊されたヒーローズに。囲われてるせいでろくに友達もできずに不憫なんだ。レベルが追いつけばすれがもまともに見えるようになるんかな。全ての媒体で扱いが違う子だ。そうなの？アニメの設定はコミカライズ準拠ですね。ウェブ版や書籍版だとユミエラへの不信感をアキラにして当たりが強い。ウェブ版書籍版だとユミエラが真っ黒クロスケに見えるって設定がないので、黒髪闇魔法使いだから魔王と決めつける割とやべえやつなんだよね。今期なら不審者ヒロイン好き。不法侵入した先で不法侵入者と組んで不法侵入者を撃退する話はアニメ化範囲外なんだよな。死に戻りで毎回違う人生を謳歌している面白い女。ヨハネが一番可愛いと思う。前期も今期もマオマオが一番可愛いと思うぞ。選手様のレス。選手様がそんなこと言えるわけないだろ。可愛い。ゲセガーランド誠の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました。友達思いの優しい暗殺者担当声優はクギミヤリエ。クギミヤさんって例えば還暦すぎても可愛い少女の声を違和感なく出し続けてそうな貫禄があるな。アニメ見てないけど漫画版と随分見た目とテンション感違うのな。アニメ版の方が原作に近い。漫画版は基本的には原作準拠な内容だが、なぜかキセの容姿と性格がやや暗くなってる。サムネ、漫画版のイラストの方がドンピシャ好みすぎる。魔王愚かな人間どもめ。一番可愛いのはマオマオちゃんに決まっておろう。全くもってその通りですね。糸目ブラコン妹はいいぞ。今季アニメで一番可愛いのは個人的にこの子。やはりツンデレは素晴らしい。すごい悩んだけどやっぱりこの二人が一緒に好き。ブレイバーンのルルが出てないことに驚いた。即死チートの壇の裏チチか。メタリックルージュのナオミオルトマン、褐色銀髪メガネのレキオタ。CV 黒沢智代のお姉さんボイスが最高。望まぬ不死の冒険者のロレイヌ。佐々木と P ちゃんのお隣さん。結婚指輪物語の姫。はぁ？ベイゼちゃんに決まってっしょ。マルシルは笑顔がとても可愛いと思うよ。ライオスのレス。姫様エンディングジャケットのこの顔好き。二人静かごわのここ笑った。みんな可愛くて一人に絞れなかった。両日の一ノ瀬。指先と連連のユキちゃん。真の仲間のルーテ。ブレイバーンのルル。中の人は伊沢さや、12月に体調不良で休んだ時期あったけど収録済みだという本作バーンブレイバーンのルルが出す普段は NG 出すような金切り声ガガピーを。聞けば休むのも納得というか当然だわな。でもルルの純真さがよく表現できてたので本当に可愛い。復帰済みとはいえお大事に。超音波風に加工アレンジされてるもんだと思ってたあの人外音声、本当に出してたのかよ、すげえ。魔女と野獣のギド画像右。スナックバスへからこの娘をあげたい。ご主人様より先に名前が上がる制裁好き。天下さんはやはり最強。エレノーラ様可愛いけどあんま出番ないんだよね。コミック3巻の内容入ったら出番増えるけど。姫様は可愛いもかっこいいもできるのが好き。ならアケミちゃんはワイガモロタで。なんたらかんたらの二ヒロかな。水上作品は見るの初めてだけど、シャクガンと玉好き。悪役霊場レベル999と7回ループワはどっちも面白い女だな。1桁多いと言いたいけど、フィンファンネル装備型の新ゼットンになってる今は、下手したら1桁少ないかもしれないんだよな。ほんとだ、レベルがえげつない感じとしてた。両方ともコミカライズうまいよね。最近ディフォルメすんのデフォなくらいみんなするわね。
目を疑うほどおぞましい治癒魔法大好き。リーシェは各ジョブマスターして最終的にすっぴんが一番強いみたいな FF5 のようなスペックしてる女だからな。はぁ、ベイゼちゃんに決まってっしょ。シレットレオパルトちゃんが混ざってますね。ブレイバーンの響き。現状法だとヒロインズの中で一番まともですね。まだ油断できない。自分もブレイバーンの中なら響きだな。ボンの道の5人本当かわいい。別のキャラデザに引っ張られてるわけではないんだけど、5人の姉妹みたいな関係好き。キャラの個性もしっかり立ってるよね。壇ノ浦さん好き。ブレイバーンだとミユが可愛いなと思ってたけど、あれに興奮してて残念。アリシアの漫画版は予視改編の例として教科書に載せたいレベルだよな。そらそうなるわって説得力が段違い。コミカライズ読んでなかったから、へえそんな設定になったのかあって興味深かったわ。なんか暴走したままヒーロー何人か道連れにして死んだ頭のおかしいヒロインってイメージしかなかったから。あれは悪い意味でナロー読者向けって感じの扱いだな。ナローだとああいうキャラは無様に死ぬことが望まれるからしゃあない。主人公に辛辣だけどマルスほどのキャラじゃないキャラでも生き残りそうなら感想込めでマルセマルセの大合唱とかよくあるし、ナローだとそういう最後が望まれてたところはある。媒体の需要の違い。メインヒロインのバスエちゃんだろ。マホはこのウテナ、メタリックルージュのルジュ、ボンの道の蝶。メタリックルージュのルジュは確かに可愛い。ストーリーがもっと難解じゃなくてリコリコみたいなら覇権は取れたかもな。ウテナちゃんはマジヤベーゼの時はヤベえ女なのに、スはコリスちゃんの人形直してあげたりする優しい女の子なのが好き。ササピーのヒロインキャラはキャラそのものは可愛いんだけどな。玉村玉尾さん25歳がたまらなく好みのキャラすぎる。フリーレンのキャラゼロってマジ？ラオフェン最推しなんだが。すごく少数派だと思うけど、フリーレンはキャラ単体というよりパーティとして見てしまう。おじいちゃんと孫やってる時のラオフェンと、ビアベルに甘えるエイレ、ラビカンのやりとり。拗ねてる時のフェルンとそれをなだめるフリーレンシタルクみたいな、〇〇といる時の〇〇が好きみたいな。もちろんキャラ単体としても好き。フェルン可愛いんだが、マルシル可愛い。あれ劇中でついたちたつごとに髪型変えてるんだぜ。最新話では寝てて無防備に崩れてるシーンもあったし、コロコロ髪型変わるの大変だろうにスタッフの愛を感じる。あれ？なんか前回と雰囲気違うな、とたびたび思ってたけど、そうだったのか。まあそうだよね、年頃の乙女だもんね。とはいえ普通はキャラデザとして省略してしまいそうなところをちゃんと描写してるのすごいな。今度から見比べてみる。髪へのこだわりがあるけど使うときは躊躇がないっていうのはマルシルの割と重要な設定だからな。悪役のユミエラとブレイバーンの響きかな。ここから母親キャラ一人にひっくり返されたりとかないよな。ラビーネのママが壺に入りましたでございます。豚のレバーは加熱しろのジェス。こういう幸い薄そうな子は大好物。終わったのにほとんど話題にならなくて寂しい。新垣結衣ちゃんのいろいろギリギリ感好き。バーンブレイバーンのほのか見た目は好きだが声はもっと好き。共感できる書き込みめっちゃ多かった。魔女と野獣に最近出てきたファノーラと個人的に好きで仕方ない最弱テイマーの ID 上げとく。最弱テイマーはコミカライズとアニメでキャラも設定も違いすぎてええとは内心思ってはいるんだけど、アニメ版の ID と空もあれはあれで好きなんだ。作画と声がマッチしてるし、二人のやりとりも可愛い。ぜひ見比べて両方好きになってほしい。ドサンコギャルの3人目なのだが本編にまだ出てきてない。アルミをしている人いて嬉しい。よいよね、ツンデレキャラ。山田とラビーネ。ギアノーとヨーコさん呪文の栄翔シーンリリシーは。ユミエラが守りたくなるほど好き。パトリックオスオス。男キャラの中では今季最推しかもしれない。今季も同志ペンシルゴンが一番セクシー。拷問のトーチャーさんが好きだけど誰一人書いてないの悲しい。魅力的なキャラが多くて書き漏らしただけだと思う。早く休日トーチャーが見たい。マホはこのベーゼちゃんいいよね。マジやベーゼマジやベーゼ。愚かな天使は悪魔と踊るのリリーも可愛いんですよ。アニメタイトル書かない無能ばっかりやな。可愛い気になるってなってもわかんねえよ。今期だと戦国陽子の大山美月姫が一番好きだけど、アニメだと後数は先やね。最弱テーマ改めて見てきたけど、オープニングの ID が可愛い。エンディングも雰囲気あって好きだな。2024冬アニメの可愛い女キャラのランキング上から1位から8位。俺の林子はマルシル可愛いか。金髪エルフ娘が好きなだけじゃん。
一番下が一位だよな。五番目の娘はなんてキャラ？シャーマンキング続編の玉を。ブレイバーンのメカニックは何位？忘れてたわ、7位ぐらい。レベル99は？稲部直先輩がいないとかおかしくない？マルシルはねえよ。外人にえらく大人気なのよな。ポンの道のナシコちゃんがいないんじゃが。にわかおつなおみがいない。マジやべえぜちゃん。イサミはどこだ？山田は殿堂入りだからいないんだな。フェルン。ミオだろが。8割方同じ顔。ゴミ拾いちゃんがいない？最弱テイマーが一番可愛いって結論出ただろ、今更何言ってんだよ。お前らはどっち派や？即地位の方が好き。レベル99やろがい。わかる、可愛い。ちゃんとおもろいやつは NG。実力主義の教室。即死地位とはスマホ太郎的な何かかと思ったら思ったより本格派で面白いわ。フリーレンやろ、あとは僕や爆雷しかない。今期は1話見て佐々木と P ちゃんが一番面白いんじゃないかと思ってたのに、2話以降微妙なのが残念。山田、カイループの面白い女、フリーレン、99裏ボス節の冒険1期は途中で切った山田が2期でいい感じや。シャンフロ定期。シャンフロ作がすごい以外の話でないのくさ。ワイはループ7回目の悪役令嬢。最強タンクが割って入ってきた感じだね。忍ちゃんくっそ可愛いわ。フリーレンはマハトまでやってくれ。フリーレンは原作が遅いせいで完結までやることなさそうよな。即死地位と思ってたよりずっと面白いわ。制作会社隠しダンジョンや友達ゲーム作ったとこらしいけど、チープながらええアニメ作るわ。隠しダンジョンは評価されてるのここだけやけど。指輪とドサンコのヒロインキャラでザ流行ってんの？チンに来ないんだが、今回はエマル系多いね。マホアコ、スレイブ、指輪やら助かる。即死地位とはあのヒロインがいるから見てられるわ。きちんと突っ込むし、ぐちぐち文句言わないし、良いキャラしてる。高校生なのに大型車を運転できるにょ。ダメえ、マルしちゃダメえ、大抵のヒロインってこんなんやしな。最新話のあんたがマルしたやつは私がマルしたのと同じと思ってるってのは感心したわ。戦国時代の妻かよこいつ。なぜ壇ノ浦さんはあんなに人気なのか。人気はフリーレンの方が上やと思うけど、中身の面白さは即死チートやな。エリーゼ面白いな、展開はよくあるなろうだけど、キャラが良いやとオープニングの平成アニメ感も好き。